はい、プーティアンチャンネルです。旭日商店を紹介したいと思います。旭日商店は玉ひじりでございます。本来は玉ひじりと書くのが正しいのですけれど、個体識別をはっきりさせたいために旭日商店と仮名をつけております。玉ひじり自体は未生兄弟で何タイプかあります。かなりの数があると思いますけれど、はい、正解型のそれでも島ですからね、大変ただいま人気です。風紀蘭の高級品種はただいま値上がり傾向にあります。以前から比べると 1.5 倍から倍以上の価格がしております。これもコロナの影響で家庭内で楽しめるインドア趣味が広がったからかもしれませんね。はい、それでは旭日商店見ていきましょう。じゃんじゃんじゃん。親の方はですね、嫁に行ってしまって子供だけを、子供の方を残しておきました。子供も増えてまた子供が取れるようなサイズにはなってきております。こちらにも米がついているようですね。こんな感じでございます。ですね、玉ひじりはのちくらみですので、振り葉は青っぽくなってしまいます。多少柄が残ることもあるみたいですけれど、青っぽくなることがほとんどです。正解と大正解と交配したものらしいです。素直に富岳とでも交配してやればよかったと思うんですけれど、金牡丹芸を狙いすぎているのでしょうかね。あけぼの芸のね、はい、こんな感じです。いいですね、素晴らしい。難しいかもしれませんが、これで覆輪柄に固定したりするものもそのうち出てくるのではないかなと思っております。旭日商店こと玉ひじりの紹介でございました。